はい、皆さんこんにちは、いくさです。今回はですね、またチームデスマッチなんですが、ちょっとね、いつもと趣向を変えてというか、今ですね、まあ武器紹介シリーズって基本的にエンフォーサーの武器をやってきたんですけれども、今度ちょっとカービンの紹介をしてみようかなということで、ちょっとカービンでですね練習しようと思います。あんまり上手ではないと思うんですけれども、まあその点はご了承いただければと思います。はい、まあじゃあやってみましょうか、カービンでね。よし、倒したぞ。ほほ、今ので死んじゃったんだ。でカービン、まあ最初に紹介するのはこの ACR かなと思ってますね。あのウージーとかもやりたかったんですけど、なんだなんだなんだ、今のどっから、どっからどっから、この人ここにいた？やばい、これポッチも見えなかった。マジか。お、やるね。今カービンって何なのかっていうと、やっぱりそのレッカーアサルトライフルね、BF シリーズにおいては基本的にはレッカーアサルトライフルとして出てくるんですよね。まあリアルではそのバレル長が短いっていう、その取り回しのしやすさっていう最高の利点があるんですけれども、まあそれはゲーム的にはあんまり表現できないと。例えばそのハードラインではリコイルがちょっと少なめに設定されていることでそれを表現してる。ただその威力とか射程距離とかそういうのはやっぱりアサルトライフルに劣る。でこれがね、BF4 だと前兵が武器っていうことで完全なアサルトライフルの劣化なんですけど、非常に強力だった。で最近のパッチでちょっと弱くなったなって言われてますけど、それでもやっぱりその前兵化武器としては非常に破格の強さを誇ってるんですよね。まあ多分これあの武器紹介の時また喋ると思うんですけど、またこいつ同じこと喋ってるかと思ってね温かい目で見てほしいんですけど、その BF4 では前兵化武器ということでアサルトライフルの劣化品っていうその弱点も許容されてた。ただそのハードライン、このゲームでカービンを使えるのってアサルトライフルを使うオペレーターなんですよね。オペレーターのもう一つの武器カテゴリーとして、どこにいんだこれ、敵に見えですね。カービンがある何言いたかったか忘れちゃった、長々と喋ったのに。つまりなんだっけそうだ、ハードラインでは、そう、基本的にはアサルトライフルの劣化なんですけど、一応ね、その、反動が柔らかで、あるというね、ちょっとこんな喋りながら考えたらダメだな。まあいいや。反動が控えめであるというメリットがあるんですけど、アサルトライフル自体がね、ちゃんとフルアタッチメントで使えばね、全然許容範囲内の、反動でしかないので本当に、ね、使い手が少なかったんですね、この銃。ただ最低威力が18になったことにより、ちょっと状況変わったんじゃないかなと思うんですよね。どうですかね、結構強くなったんじゃないですか。最低威力が15から18に上がったっていうのはかなりの進歩というか進化というか強化点だと思いますけど、まだいるな、もう一人。やばい、え、何これ何これ、パトカーはないの、ここにないんだなんだこれ、いいのかこれ本当に。まあいいや、なんかねテクスチャーの張り遅れかなんかで向こうが透けて見えちゃってるのかなと思ったんですけど、そんなことはない、パトカー自体がなかったんですね。
おお、すごい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 。なんかハードラインの屈伸ってちょっと間抜けだよね。屈伸自体が間抜けだなとは思うんだけど、結構当たりますね。で、まあまあ要するにパッチで強くなったんじゃないですかって話がしたかったんだろうね、私は。なかなかと話した割にそれだけかよっていう感じなんだけど、ただやっぱり5発キルっていうのはちょっとね、厳しいかな。この遠距離でも結構瞬殺してくる銃が多いこのゲームではね。とまあ解説できることを探しながらのプレイだけど、どうですかね。しかし芋が強いことな。こっちはダメだね。ここにいる警官がやられた。上だよ、上上。弾速とかどうなんだろうな。後でちょっとデータ見てみないと分かりませんけど。今日はね、これ以前に結構動画を準備していたんですけど、マイクの不調でね、ひどいダミ声というかガラガラ声というか、そんな感じに取れちゃってたんで、もう全員廃棄ですよ。ちょっと面白いラウンドあったんだけどな、あれがちょっとなとかつってね、見せないようにこういうことを言う。でなんか最近ですね、最近じゃない、チャンネル登録者がなんと50名を超えたと。50名すごいですよね。50名って言ったら究極と嬉しくて小躍りしてたんですけどね。私がそのチャンネル登録っていうのを普段あんまりしない、本当にもう、あ、このチャンネルはもう何が来ても見るわっていう、それぐらいのレベルじゃないと登録しない人間なので、ね、まあ、その感覚でちょっと言っちゃうんですけど、どうなんですかね、実際もっと軽く、あ、登録みたいな感じでするんですかね。死んだ。ああ、いやでもね、本当にチャンネル登録っていうのはあれはいいね、励みになるね、本当にね。で、当たらんね。あの ACR は反動が増えたらしいんですけど、これはないようなもんだね。前も言ったかどうかわからないですけど、私は横反動っていうのを全然感じられない鈍感な人間なので、なんか確か水平反動がちょっと増えたよ、水平反動、全反動増えたのかならしいんですけど、全く感じませんね、反動をね。強いんじゃないですか。スコアは18-9なんで、そんなに慣れ親しんだバトルライフルほどのスコアを出せるかどうかって言ったらかなり微妙なんですけど、もう一回顔出して、もう一回だけ。来ないね。
くー、いるって確信してる人相手には勝てないね。ん？ああ、違う人か。違う人ならいいや。サバイバリストをつけてるんだけど、別のやつの方がいいかな。まあいいかな、血デスだしね。味方を起こすこともあんまりないんで。こいつ敵か。うわー、一発も当たってない。誰だ、完全に私と敵の狙い方が同期してる人がいる。やっと取れた。下から来るよ。下から来ないよ。味方強いな。負けてるんだけどな、このチーム。焼夷グレネードだ。通るかな、これ。通れ。ダメか。当たりに行った人がいたね。サバイバリストをつけるんだったら、あ、警察側だからマスクないな。あの、警察側のマスクの条件厳しくないですか。オッケー、燃えろ燃えろ燃えろ。ね、人手なし。これ完全に人手なし。なれないか。で、なんかやっぱりね、カービンを使ってる人が増えた気がするんだよね。特にこの G36、 これそんなに強いのかな。お、これ、うわあ、G36C。なんかね、この銃とんでもない欠陥が発覚してどうなっちゃったんだっけ。なんか大変な騒ぎになってたみたいなんだけど。救急キットだぞ。なあ、よくあの欠陥が今まで知られてなかったというか、隠されてきたというか。ねえ、あ、本当に反動ないな、こりゃ。ちょっと壁打ちしていいっすか。いいっすか、いいっすか、いいっすか、いいですか。なんだこれ。へえ、いいね。これはヘッドショット製造機ですな。私にはできませんけど、狙ったところに弾が飛んでいく精度とかがちょっと気になるけど、どうなんだろう。あんまり精度は良くないかな、さすがに。まあまだノーワタみたいなもんなんで。ん？これちょっと匂うな。お前の救急キットだ。ちょっと匂いますね。いや、まあ、強いって言われてる武器に比べてどうかっていうと、かなり微妙なところではあるんだけど、これすごく使いやすいね。あ、はあ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 、いいですね。これ私好みですね。ちょっと G36C の紹介は考えましょう。で、次は犯罪者側ね。35キル14です。まあまあそこそこでしょう。概要は、キルデス 2.5 SPM667 KPM1.97。 まあまあまあそこそこでしょう。すいません、ちょっと一服させてください。
あーでもリップタイドでカービンってどうよ、ちょっと厳しくないかな。その原因は明らかでありません。スカイファイブではこの奇妙な事件を追います。さっきの G36C が使えるんだったら使ってもよかったんだけど、犯罪者側のカービンってどうなってるんだろう。見てみますか。 AKS とこの共通、あ、カービン1丁しかないんだね。あれ警察側もそうだっけ。この M4 と G36C だけ。へえ、M4 はこれ相変わらずちょっとあれだよね、威力が低いんだよね多分。まあ AKS やってみますか。光学サイトを何かつけたい。でこのリフレックス、まあ今ちょっと、まあ、せっかくなんでつけますけど、なんで警察側でリフレックスつけるのか、犯罪者側でつけるのかっていうあれはありますけど、これ何、これ BF4 のリフレックスを返してくれと私は言いたいね。何この無反動砲、なんだこれ、砲じゃないけどなんだこれあ、威力がちょっとあれだけどすごいな。ちょっとリフレックス変えよう。本当はねコブラか SRS が欲しいんですけどないんでね。これコンプ M4S あんまり似合わないな、あんまり似合わない。おっと危ない。横か。今この人に2人抜かれちゃったのかな。さてどこかな。うお、いっぱい、なんだあれ今いやー楽しいね。グレネード投げ込まれちゃう、投げ込まれる前に殺す。まあそりゃそうだよな。やっぱちょっとあの威力不足は感じるな、感じるけど、これヘビバレつけたら結構良いのでは。ずあとマップにやっぱりちょっと合ってない感はある。じゃあちょっとこっちの M4 も使ってみますか。拡張マガジンヘビバレスタビー、今なんかいたような、気のせいかな。見えない見えない、後ろ後ろか、見えない。こっちはクリア。敵じゃないよ。いや、この距離は、あれ？倒せた？なぜ？なぜ？これで93。
あれ M4 っても完全に私の中では雑魚銃っていう、最初に1日ぐらいは使ったのかな、使ってなんだこれって放り投げた武器なんだけど、もしかしてパッチで結構良くなってますかこれ。ちょっと今油断したけど、やっぱさっきも言ったけど、そのなんていうかな、強い武器ではないですけどね、強くはないんだけど扱いやすいというか。あ、でもこれで46か。これ最低力いくつなんだろう。前は最高20の最低が12とかでした。SG553、 あ、警察側には SG553 もあるのかな。悩ましいな。10の6、ちょっと死にすぎてるけど、まあマップ的にこれはしょうがないかな。完全に見失っちゃった。なんかいたぞ。今のもね、バトルライフルだったら多分やれてるか確定までは持っていけた気がするんだけど、そういうところ考え、うそでしょ、なんで海の中にいるんだ。最近そういうのが流行りなの。丸見えだけどね。後ろか。ちょっと待って、10の9って、ちょっと待て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 、本当に待て。あのマップの相性とは言ってもくっそ、近距離マップではこれより強い、カービンより強い武器っていうのはいっぱいあるんですよね。寄ってきやがった。グローハウスでこのカービンをどう使うか。あー、これダメか。G36 にはちょっと何かを感じたんだけど、AKS はどうなのかな、これちょっと分からないな。確定か。救急キット置いておくぞ。一人やった。ナイス。救急キットだぞ。
海の中はちょっと危ないと思うけどな。ほい、生き残れ。ここ怖いな。SG553、 これ犯罪者側のカービンはちょっと不遇な感じかな。それともそんなことは全然ないのかな。ねえ、なんていうかな、習熟度というか連度というかそれが低すぎてね、話になってないよ。あ、いった。コブラにしよう。コブラどこかな。あった。当てやすいんだけどな。リロードも結構早いしね。アサルトライフルみたいなあのリロード後の謎の間もないしね。うん、当てやすい。なんだろう、これはもう完全に初心者向けっていう枠になるのかな。あ、やれてない、やれてない。うわ、怖い。ちょっとマジやめてくださいよ。生まれた瞬間に。まあなんかそのちょっとぐらい離れてても頭を狙う余裕が、精神的な余裕というか、リコイルを気にしなくていい余裕というかがあるのはいいですね。どこだどこだこれ。あー、バカタレ。あとはこのヘビーバレルが欲しい。ちょっとしばらくはカービン界が続きそうですね。あのチーデスの動画ってね、多分見ててあんまり楽しくないと思うんで、あんまり出したくないんですけど、あんまり出したくないんだけど、私自身はチーデス戦なんですよね。ねえ、一人でコンクエとかできる方がね、本当に羨ましい。あー、ちょっと見えない、ラッキー。いて、あー、こっちもダメだ。逃げろ逃げろ、スナイパーが見ておるぞ。そういえば皆さんスターウォーズ買いますか。よし、私は買いますね。評判ちょっと見てからにしようかなと思ったんですけど、E3 のね動画がめちゃくちゃ面白そうだったんで。ああ、こんな丘の上に救急キット置いても撃たれるだけだね。え、情報収集はそんなにしないんで分かんないんですけど、ダース・ベイダーが一般兵をフォースで首に殺してましたよね。ねえ。あれ。でその後味方のルークが現れて、ダース・ベイダーと切り結ぶ段でこの動画っていうのは終わったんですけど、あれ何ですかね。
がー、下手下手下手。あれはなんて言いましたっけ、あのコールオブデューティーの、まあそのキルしていくことで溜まるポイントを使用してなんか使う、あれなんて言ったっけ、ど忘れしちゃった。あー、あんな感じになるのかな。ゴリラマスクかっこいいでしょ。それはちょっとやめてほしいなって思わなくもないんだけど、なんかさっき湧いた瞬間最悪の場所ばっかりだな。笑っていただいて結構ですよ。しょうもねえな本当に。組織の屋敷に一人で。ここ怖っ。怖。来るかな、やつが来るかな。ギャー、そっちか。読みがさへんね。31キル二重ですね、あの二重ですとダメです。くわ、怖っ。ハンドガン抜こうね、ああいう時はね。知ってくんなよ。はい、というわけで、まあ、ちょっとカービン使ってみたんですけど、どうかな。でもちょっと紹介するのもありかなとは思える程度の性能はしてますよね。悩むな。もう1マップやると長くなっちゃうんでね、ここで1回切ります。はい。生田でした。どうもありがとうございました。